平成31年3月9日、阿蘇市黒川にある阿蘇広域行政事務組合消防本部で、阿蘇消防フェアが開催され、参加者たちが、はしご車搭乗や消火訓練の体験をしました。まず、消防署員が高さ25メートルの建物の屋上からロープを使って降下して、消防フェアが始まりました。この阿蘇消防フェアは、阿蘇広域行政事務組合消防本部が3月の全国火災予防運動の一環として4年前から防火意識の向上を図ろうと行っているものです。この日は好天に恵まれたとあって家族連れなどおよそ300人が訪れて、20メートルの高さまで上がるはしご車搭乗や消火器を使っての消火体験、消防署員に助けてもらいながら綱渡り体験などを行いました。また、消防車の前で記念撮影したり、運転席に座るなどして、子どもたちは消防隊員になりきっていたり、災害写真などの展示コーナーや、AED の体験コーナーも設けられていました。昨年度、阿蘇管内での火災総数は35件で、昨年のこの時期は林野火災なども多く発生しており、会場には火災予防のポスターなども紹介され、火の用心を呼びかけていました。